スタイル、もうお客様いらっしゃってスタイルなのか、まあ仕様、お車の、まあ、エンジンが気になってる、内装が気になって、まあ、いろんな話ありますけども、まあ、やっぱりイヴォークってまずはスタイル、まあ、そこから入ってこられる方がほとんどですね。大元になったっていうのがやっぱり2008に出たコンセプトカーですから、2013年にコンセプトカー通りの同じ車が登場したっていうのがやっぱり非常に衝撃的でしたよね。まあ、2011年からお披露目が始まってましたけど、イヴォークってなると、そこから、まあ、各社いろんな SUV、 小型 SUV 出てきましたけど、それって大体2014年から15年ぐらいにかけてですよね。なのでもう完全にイヴォークのこの見た目だとか、まあ、スタイリング、内装っていうのを参考にして出てきた車が多いんじゃないのかなっていうのは個人的にはちょっと思ってました。で、まあ、2013年に日本で発売開始してからですけども、やっぱその時は足回りっていうのはやっぱ非常に硬く作られてて、ブレーキも非常にタイトだったんですね。で、そこが2015年ぐらいのお車になってくると、まあ、ここは徐々に柔らかくなってくると。で、一番最初出た当初はシートも非常にこうタイトで、まあ、僕なんか座るとお尻がもうピタピタな状態だったんですけど、まあ、それが気がついたらマイナーチェンジで、非常にシートもふわっとしたような乗り心地に変わって、2016年でしたね。で、足回りもだいぶマイルドになってきて、ただエンジンも、これが乗せ替わってきたんですけど、これが非常にやっぱ元気なエンジンでしたので、これもかなり好評なお車でしたね。で、2019年、まあ、今回フルモデルチェンジされたことによって、まあ、今までイヴォークの弱点ですね、まあ、これは僕が思っている弱点ですけども、それが全て解消されてきたという状況ですね。で、まあ、何が変わったかっていうとですね、まず足回り、もうここはですね、非常に、まあ、レンジローバーの優雅さっていうのが出てきてます。で、やっぱりこう、まあ、試乗の時にですね、まあ、私もご案内するんですけども、少しちょっとそこの段差登ってみましょう。まあ、なかなかちょっとやっていただける方は少ないんですけども、登った方はもう本当にスッとこう乗り上がるので、非常に滑らかな走り心地で、そのまま気分よく走っていかれると。ここがもう今回非常に強化された部分だなと思います。で、それ以外にもやっぱちょっとした気遣いですよね。例えばブレーキホールド、これも今までランドローバーでは搭載してなかったんですけども、まあ、今回新型イヴォークからそれが標準でついてくるようになりましたので、まあ、よく比較でこういったのついてないの？とか聞かれてたものがようやくレンジローバーにもついてきたような状態ですね。今新型に関しては非常に、まあ、洗練されてきてるというところなので、ドアノブが格納するなんて、ちょっとイヴォークで僕もね、こうなるとは思ってはなかったですけども、今ですと、まあ、おすすめっていうとですね、ファーストエディションの時に、限定で出てたノリータグレーですね。これは、まあ、ちょっと淡い水色ですね、のお色になるんですけども、こちらがですね、今からのオーダー分、2021年モデルに関しては発注が可能になってます。で、これがですね、やっぱり非常にお客様のご要望も多かったお色でありながら、かつ私もかなり好きなお色で、普通の人ってこう、まあ、サンプルありますよね。そのサンプルでは絶対選ばない色だと僕は思ってるんですね。ただ車がポンと置いてあって、それを見た人っていうのはこれが欲しいっていう不思議なすごい色です。まあ、イヴォークの乗り方だと、もうこの車っていうのは本当に、まあ、もちろん都心向けのお車、シティユースのお車という形では販売はし
してるんですけども、僕個人としては非常に汚しててもかっこいいなと思ってます。例えば泥がボディに非常についてたりだとか、そういうのを想像してもやはりランドローバーらしい、まあ、もちろん綺麗にしてると、まあ、非常にシティユースな雰囲気が出ますので、まあ、そういった風に乗っていただくのもいいので、ここはもう自由に正直使っていただいていいのかなと思います。